今回のリクエスト QJ の YouTube はここ銀座アフロトリノからお送りいたします。アフロトリノは女性代表4人が携わっていまして、女性目線の サロンを作り上げました。そしてアフロトリノはナチュラルなスタイリングから韓国スタイリングまで幅広く提供しております。そんなスタイリングテクニックをビューティーガレッジさんの協賛で一押しアイテムを紹介していきたいと思います。今回担当するのは吉武さんと黒田さんです。テーマは知らなきゃ損、お家でできる簡単4ステップ韓国スタイリングです。私は韓国くびれ巻きのスタイリングを担当します。私が担当するのは今回勝盛ヘアを担当させていただきます。よろしくお願いします。まず乾かす前にこちらのクオラインのヘアオイル、洗い流さないヘアトリートメントをつけて乾かした状態です。巻く前にベーラさんのカラーモーションプラスルミナススプレーを使っていきます。こちらをベースで髪の毛全体に塗っていきます。これはツヤ出しとあと髪の毛のダメージを塞いでくれる、熱ダメージとか巻く前に気になる方はこういうベース剤をつけるのがおすすめです。前髪ここの分け目のところですね、そこから指1本分ずつくらいの幅を前髪カラーで巻いていきます。太さはできるだけちょっと太めの方がいいです。これ全部取っちゃうと四角くなっちゃうので、ほんと立ち上げたいところだけ指1本分ずつくらいの幅で取って巻いていきます。クレイツさんのエピですね、これは 40mm の太めのアイロンを使っていきます。巻き方なんですけど、まず耳より前と後ろに分けていただいて、耳より前をこのこめかみで割ります。巻き方は床と平行の傾きにして毛先をワンカールしていきます。このワンカールは最初あってもなくてもいいんですけど、毛先までしっかり最初に巻いてあげてるとカールが下ろした時に均等になりやすいので、ワンカールした後に次は毛先が、この毛先がこの毛の前に来るように内巻きぐるぐるっといけるとこまで根元の方まで行きます。で1個外していただいて、そのままゆっくり滑らせるように落とします。ダメージが気になる方は140とかでもいいんですけど、今日はベースをつけてるのでしっかり根元から毛先まで均等に熱がしっかり入るようにちょっと高めの温度で設定してます。上の段も同じですね。毛先ワンカールして毛先が前に来るように内巻きぐるぐるっとやっていただいて、1個外してゆっくりスイッとしていきます。お顔周りがある方はアイロン縦にして中間から外巻きしていきます。挟んで前に持っていくような感じですね。でここのもみあげの毛がある方は内巻きしていきます。下ろした時にここちょうどくびれができるところなので、ここある方はしっかり内巻きしてあげた方がくびれができやすく可愛くなります。で後ろの方は全部まとめていただいて毛先ワンカールしていきます。この時に中間から毛先まで何度かアイロンを入れて毛先ワンカールしてあげた方が、中間熱が入っているのと入ってないのじゃ毛先のカールの持ちが違うので、できるだけ何回か入れた後に毛先ワンカールしてあげます。でその上を滑らせるような感じでちょっとへこませます。S 字になるようなイメージですね。表面ですね、だいたいさっき取ってあげたこめかみの延長線上くらいを取っていただいて、前と同じですね。毛先ワンカールした後に毛先が前に来るように内巻きぐるぐるっとしていただいて、1個外してゆっくりスーッと落としていくような感じです。なんか私の豆知識は、韓国ヘアってここの膨らみがもうすごい重要なんですけど、それ出すポイントとしてはご自身で巻くときはちょっと頭を傾けてあげると、ここの狙ってるところにこうカールつけやすくなるんですよ。なので
ちょっとこう頭を傾けてアイロンを入れてあげるっていうのと、このアイロン自体を少し気持ちこう肘を開いて持ち上げて巻いてあげると、カールが下じゃなくて上の方についてくれるので、もう韓国ヘアになりやすい。なので美容師さんがこう巻いてると簡単そうに見えるんですけど、お家帰ってみるとできないっていうことよくあると思うんですけど、そういうちょっとこう傾けるだったりとか位置上で巻くとかっていうのが韓国ヘアの結構ポイントかなと個人的には思いましたね。縦に持ってリバース巻きするのが難しいとおっしゃられる方がいらっしゃるので、うん、そういう方に向けて平行にして巻いてるんですけど、仕上がりは同じなので、うん、縦だと多分左右均等にできないという方がいらっしゃるので、均等にできるように傾きを変えて今作ってます。前髪外します。スタイリング剤はアユンチェさんのエンハンシングシルキーオイルというものをつけていきます。3プッシュ4プッシュくらい取っていただいて、スタイリング剤は内側からつけていきます。表面からつけちゃうと結構髪の毛細い方とかはペタッとしやすいので、内側からつけていただいて、もみあげのところもしっかりつけます。あとは余ったので前髪顔周りをつけていて、で全体つけたらくしとかで溶かしていきます。耳より前と後ろで分けて巻いたので、分けて溶かしていただいて、節は何でも大丈夫です。ブラシ、太めのブラシとかでもいいですし、こういうちょっと細めのブラシでもいい、節とかでもいいので。はい、じゃあ私担当するのはパチモリのアレンジですね。やっていきます。まずスタイリング剤、必ずヘアアレンジの時でも使わせていただくんですけれども、アユンチェのエアリーベールカールクリーム、こちらすごい万能なので使っていくんですけれども、量はまあアレンジなのでそんなに出さなくて平気なんですけれども、このぐらいですね、このぐらい出させていただいて、しっかりと手に広げていただいて、アレンジの時でもやっぱり毛先から必ず表面で、最後に少しだけ顔周りにこうつけるようなイメージですね。今日はもうゴム一つでできる簡単アレンジにしたいので、顔周りはですねある程度最初適当で大丈夫です。後から落としたりはできるので、ただ出しすぎてるとちょっと重く感じちゃうので、最初ちょっとしっかり入れといてもいいかもしれないです。今日実はアレンジなんですけれども、根元からしっかりブローをさせていただいてます。アレンジでこの辺がペタッとしてるとやっぱりそれだけでちょっと韓国風っぽく見えなくなっちゃうので、ドラマとか見ていただくと分かるんですけれども、やっぱりポニーテールだったりとか、こういうカチモリの部屋でも根元はブローしてることが本場のスタイルはやっぱり多いです。まずポニーテールしていただいて、こういう風にお団子を一つ作ります。ここまですごい簡単だと思うんですけれども、ここからですね、この余った毛をねじります。しっかりこういう風にねじっていただいたら、このゴムのところですね、ゴムのところ引っ張っていただいて、そこにこの髪の毛を通します。で今日はもう事前に髪を巻いていただいてたので、良かったんですけれども、結構最近レイヤーが入ってる方とか多いので、そうすると髪の毛がこうピン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 出ちゃうパターンあるんですね。そういう場合ですと毛先をストレートアイロンでワンカールしといてあげるだったりとか、まあ、万が一こういう風に出てしまった場合でですね、場合はこういう U ピン、すごいおすすめです。こういうのでこういう風にねじっていただいて、これを自分の持ってある毛に刺してあげればこれで止まるの でこの後引き出したりもするので、ここはもうあまり気にしないで大丈夫です。でこのままにしておくとちょっともったいないんですね。じゃあ何をするかというと、指を使ってこうちょっと引き出していきます。でこの時に気をつけていただきたいのが、もう無造作に全部引き出しすぎちゃうとボンってでかくなっちゃったり、せっかく止めてるところから髪の毛がボロボロ落ちちゃったりするので、5ミリ間隔ぐらいでちょっとずつこう取っていていただくような形で形を整えてあげます。
でゴムが見えるのが気になる方とかは髪の毛でちょっとこう隠してあげたりとか、あとはクリップとかも今流行ってるので、そういうもので留めていただければと思います。でロングの方はここがどうしても長さがすごく余っちゃうこととかがあるんですね。そういう時もこの U ピン使っていただいて、この毛を狙ったところで少し止めていただくと安定感あるカチモリになるので、こんな感じですね。前から見た時のバランス、カチモリすごい大事です。なのでここがトップがペタッとしすぎちゃうと、やっぱり頭の形がすごい出ちゃって韓国っぽく見えなかったりするので、しっかりここは少しだけ立ち上げてあげます。ただ日本のアレンジみたいにこうしっかり引き出すってことはあまりしないですね。ちょっとこう狙ったところにだけで、私は顔周りだったりとかはスプレーをよく振るんですけれども、これはアモスプロフェッショナルのスタイルエクスプレッションデザイニングスプレーっていうやつなんですけれども、これ K-POP アイドルすごい使ってます。これは固めてもそんなに硬くなりすぎずなので、バランスしっかり見ていただいて、こういうところですね。少しスプレーをしてあげるんですけれども、結構皆さんスプレーをわーって振っちゃったりするんですけど、そうするとすごい質感が硬くなっちゃうので、こういう感じで繊細にスプレーはやっぱりつけていただきたいです。あとは結構スタイリング苦手な方はこういう風に串にちょっとつけてあげて、少し立ってあげて、細かいところですねつけてあげたり、ここの先ですね、ここにつけていただいて、こういう顔につきそうな毛とかをしっかりとカバーしてあげる。こうするだけでも本当に韓国っぽく、こんな感じで毛先がパサパサしてるとすごくもったいないので、スタイリング剤なじませていただいて、ここも軽くスプレーをします。ポイントとしてはここの前髪の立ち上がりですね。やっぱりここの立ち上がりとかも韓国風作る上ですごい大事なので、ここはなるべくペタッとしないように、ただタイトに押さえるところはしっかりタイトに押さえていただいて、ここの出す量感の質感だったりとかも調整してもらえればと思います。私のポイントは耳の横にちょうどお顔のここですねに、くびれが来るように巻いてるのと、あと毛先が同じ方向向いてるのがポイントです。まあ、難しいと思うんですけど、床と平行にして巻くことによって誰でも簡単にリバース巻きできる巻き方をやってみました。ポイントはやっぱりこういう韓国っぽい質感作りですね。なんかこうこの辺だったりとかもトップ少しだけボリュームを出してあげたりとか、この毛流れですね。であまり量も本場の韓国は取りすぎないので、このぐらいの量の質感で繊細に作ってあげるところがポイントなので、まあ、皆さんも鏡を 見るとすごくバランス取りやすいので、鏡を見ながらこういう風に量感を調整してあげるといいかなと思います。